よく来てくれた。ここが我々のアトールだ。私が保安官の誠司、はい、ここにいるみんなの安全を守るための責任者をしている。そしてレッグ保安官の日給もう一人スーパーナイス全然皆さん義理公を率いるスモーターズ、凶悪な侵略者がいる。奴らは多くの武器を持っていて、かなり危険な連中だ。もちろん、見張りは我々の仲間がしているので、皆さんには、これとは別のことに協力してほしい。これは、ボイスモーターズ。奴らがここを襲ってきた時には、皆さんが我々の仲間として、一緒に戦うことだ。今からその戦い方を教えよう。3の手を上に上げて、こうじゃないよお兄さん、こうで伸ばす。はい、しっかり相手を上げたら親指を出して、出した親指を下に向ける。そうだ、この作った手を襲いかかってくるスモーターズに向けて思いっきり振ってやれ。もういいぞ、いいぞ。みんなに行く。よく見ろ、みんなの目が冷たい。これはダメなやつだ。はい、はい、ダメなやつだ。私が入ってやります。なるほど、分かった。みんな行く。
して座ってください。リーダー、はい、行け。俺たちは仕事に戻るぞ。よかった。まあ、見張り頼むぞ。未来の地球、環境破壊による温暖化はついに北極と南極の氷をすべて溶かし尽くして、あらゆる陸地は水で覆われ、海の底深く横たわっている。ここはウォーターワールド。人類がいくつもの水上要塞を築き、生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地、ドライランドを探し出し、そこに移住すること。しかし、悪の帝王ディコンの率いる凶暴な侵略者たちスモーカーズは誰よりも早くドライランドを発見し支配しようと企んでいる。ディコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。あの男が現れるまで。どうだ、まだ一人が来る。
大貨物です。ああ、俺様のボールどこ行ったかな。おお、君か。しかもハッピーバースデーじゃねえか。ああ、ちょっと立とうか。ちょっと立って。ああ、ボールちょっと見せて。ボール見せて。そのままだ。はい、打ち殺せ。冗談だ。ここにいる奴らが必要になることがあるかもしれない。これはしまっとけ。さあ、もう分かったか。次は来た。
出発の準備をしておけ。飛行機に乗るぞ。おい、坂本。
さらなか何だどこにも行けねえよそのボートには穴が開いてるから何何ウォーターワールド。